はい、チャンネルアジアジをご覧の皆さんこんこにちは三橋です先日ですね日経新聞の十字路っていう、まあ、コラムですねそこにあのキヤノングローバルソリューションの山下さんという方がです、ね、真っ当なこと書いてたんでびっくりしたんですけどもっってか正しいこと書いてたんでびっくりしたんだけどこのか山下さんってもともと農水管理で でキャノングローバルソリューションに行かれてで農協改革とかですね農協叩きとか農水省叩きを主導してきたからです日本の農業には競争が足りないとかですね競争が足りないとか日本の農業は保護されすぎてるとかですね保護されすぎてるんだったらここまで食料自給率下がるわけねえだろうって話なんだけどもそれがなんか最近本当に日本の食料安全保障がやばくなってあの完全な出資会ってわけじゃないんだけど正しいことを書くようになったんです。 はい、びっくりしましたよ。<laughs> 十字路読んでてえ、なんだこのまともな、その、の農政論はと思ったら、最後山下さんの名前があったから、嘘だろうと思ったんだけど、あ、ちなみに、ちなみに、その十字路では正しいことだけ確かに書いてて、いつもの農協叩きとか、農業叩きとか、農水省叩きはやってなかったんだけどね。やってなかったんだけど、それやめてほしいんだけども、まあ、それはともかく何を書いてたかというと、要はこういうことなんですよ。え、第二次世界大戦において、日、王、まあ西洋だな。 はい、日本とかフランス同士といった国々はですねもう食料不足に陥りました食料不足に陥りました国民が一時増えました日本も1946年は国民が増えました、はい、そこでですね当然その時代の国会議員の人たちとか政治家たちって戦争を経験してるからこれはやばいと国のために何とかしようとあの戦勝国敗戦国関係なしにですよ、はい、それでで食料の増産にですね 予算をつ継ぎ込み始めたんですまずは食料の確保だ,だと、まっとうだなと、まっとうだなと思うでしょ。そしたらですね、まああのまあ、緑の革命とかのせいもありまして、1960年ぐらいには、ですねその食料自給率がどん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 上がっていってで、日本もフランスもドイツも、まあ他の,ヨーロッパあの西欧諸国もそうなんだけど、過剰生産になっちゃった、ね、<laughs> 今度、供給過剰になっちゃったんですよね、はい、供給過剰になっちゃった。 いや、こ,れなんかこんなに作りすぎてどうすんだという状況になったんです。これはでも、ある意味当たり前で、そのままあ、あの日本や西洋の、まあ、バックにいたアメリカですね。アメリカが第二次世界大戦中に様々な技術革新をやって農業の生産性を一気に高めたんですそれは戦争のためだったんだけどね。戦争のためだったと。だからすでに前例があるわけだから、そんな、まあ、同じような路線を進めば、どん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 ,どん穀物、特に穀物。 穀物を生生産産できるるようにななって過剰生産になるのはもうここ当たり前なんですよね当たり前だったんですよ。そっからです。そっから欧州が何をしたのか。まあ、ちゃんと山下さん書かれてましたよ。あの間違ってないよ正しいんですけどね。要は余った穀物をですね、補助金つけて輸出しまくるようになったんですよ。輸出しまくるようになった、外国に。これは安全保障ということを考えたら素晴らしいとしか言いようがないですね。 だって常に過剰生産だもん、だから国内が不作になったら輸出を止めないんですよ、輸出を止めないじゃないかということで、それでまあフランスなんか、もう穀物自給率100%軽く超えてますし、ドイツも100%近いですね、はいまあ、そういう状況になったんですね、で、要は余った穀物を輸出するってことを補助金付きでやったの、この時点で政府が金出してるでしょ、政府支出補助金ってことで、ただ、g a ト t とかが始まると、輸出補助金ってできなくなってきたんですよね、輸出補助金できなくなってきた。 とということでそのあの、まあ、1993年だったかな、そのぐらいに欧州が今度何始めたかというと、もう補助金はさすがに出せないと。補助金さすがに出せないと、はい。で、代わりに農家に直接支払うことで、所得を保障し始めたんです。だから価格が下がったとしてもです、ね、農家はちゃんと保証所得の保障を受けられるから、いっぱい作るんですよ。いっぱい作るんです。で、価格は安いんですよ。価格は安い。あの単に所得を保障されてるだけね。安くてもいいんです安くてもいいんです。だって生きていけるから。 で、ついでに、相変わらず輸出はするの。価格安いから。価格安いから。その上にですね、配合資料ね、畜産物とかの配合資料を輸入してたんだけど、それを国内生産が置き換えていったんですよ。置き換えて、もういりませんよ、いりませんよ、と。結果的に食料自給率はですね、さらに上がっていきました。欧州は。 でもこれ、農会の直接支払いって個別保障ですいわゆるね。所得保障だけど、これって政府の財政支出じゃないですか。つまり政府が金出したから食料自給率が高いんです。欧州は簡単に言うと。最初は輸出補助金として出してて、その後直接支払いに変えましたよっていう話なんですよ。さあ、日本何やったか。日本はですね、米の過剰生産になりましたと。そこで減反政策を始めたんです。 しかも補助金出してってわけわかんないですね。補助金出すからもう作んないでくれという減反政策を始めて、米の生産能力を故意に引き下げていったんですよ。過剰供給を、過剰生産をそのなくすために。それではどん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 自給率が下がっていくことになったんですけどね。はい、ちなみに米の自給率って今でも100%近いんだけども、それは別に米の生産が増えたわけじゃなくて、需要が減ってるからです。日本人がですね、どん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 その小麦を食べるようになってた。米ではなくて。 結果的にですね、米の需要が下がってたから、まだ自給率100%近いんですけどもね、はい、でも穀物自給率はもう三旦たるもんですよ、三旦たるもなぜ、はい、かというと、まあ、アメリカ、オーストラリア、カナダから莫大な米小麦を輸入してますし、かつ配合飼料ね、畜産物の配合飼料もアメリカから莫大な量、数百万トンっていう、そういう規模を輸入してるからなんですね。結果的に食料自給率はどん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 下がっていくるんですよね。 つまり米の生産を減らして米の需要も減らしてそれでアメリカやまあがまあ外国の穀物に輸入あの依存するっていう状況にしていったからでその米の生産を減らすっていうのをわざとというかあのその減らすための政策をやったんだよね減産政策ってだから本来ね日本って1200万トンぐらいの米を生産できるんでそうですよね今でもでも700万トンも作ってないからね700万トンも作ってないと。 で要は穀物自給率がどん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 下がっていって、で結果的にそのアメリカ依存というのが高まった、でもこれはわざとやったんだよね、アメリカ側がね、アメリカはさっきも言いましたけど、第二次世界大戦中に小麦の生産過剰に陥りました、というかあの、戦争中は良かったんですよ、需要があるから、で戦争がなくなりますと、ですね需要が下がりましたと、でも供給能力残っちゃうから、完全なデフレ状態に陥ったんです。 その時に、特にオレンゴン州なんかの小麦農家がですね、政治的に動きまして、いや、ちょっと過剰生産だなと。どうしよう、これ。これ売っちゃうと、農業って難しくて、たくさんでき生産できればいいっていう話にならないんです。それを市場にみんなが出しちゃうと価格下がっちゃうから。はい。どうしよう。だ国内に売るのはちょっと無理だなと。どっかねえか、あ、太平洋の向こう側に新市場がある。ということで、そこからまあアメリカ政府とまあ完全に組んでですね、まああの、別に怒ってるわけじゃないですよ。見事だってなと思ってるだけで。日本人の胃袋を、 米を食べる胃袋から小麦を食べる胃袋に改造してったんですねまずは例えば1946年に日本人が飢餓に陥ったってさっき言いましたけど小麦をタダで提供してくれましたこれで飢えをしのいでくださいありがたかったでしょうねありがとうございますとさらには子どもたちが大変ですねかわいそうじゃ子どもたちの給食にパン食を提供してくださいこの小麦でとタダでくれました はい、それであの悪名高きだしうんと一緒に食べるような形になっちゃったんだけど日本の子供たちってまあ団塊、えー、の世代ぐらいかな団塊の世代だからまあ私はでもはるかの上なんですけどね、はい、でさらに米を食べるとバカになるというキャンペーンをしましてですね慶応大学の林坊という教授ね <laughs> 彼が頭脳って本を書きましてそこに本当に米を食べるとバカになるって書かれてますからね小麦を食べましょうと30万分ぐらいは売れたのかあるいは小麦の料理の仕方って日本人のお母さんはほとんど知らなかったから だからキッチンカーをを全国にいいいっっぱい走らせましてて小麦のの料理の仕方を教えてったっていう,ようなことをやってたんですよねこれ攻めるのはちょっと筋近いかなと向こうのマーケティングが見事だったなとしか言いようがないんだけど結果日本人の胃袋はですね米から小麦に変えられてその小麦はしかも外国産という形でアメリカ依存度をどんどん高めてったんです。でまあもちろんそのパン食に魚が合わないってわけじゃないんだけどもやっぱ肉になるじゃないですか。 畜産業は一応日本国内で発展してきましたけど、その牛さんとか鳥さんとか豚さんが食べてる餌ってアメリカ産ですからね。配合飼料ですね。ほぼトウモロコシです。はい、あちなみにあの皆さんあれだよね。チキンナゲット食べるでしょあ食べない人もいと見るかもしれないけど。食べた時あれ何食べてると思います鶏でしょ違います。トウモロコシです。<laughs> トウモロコシです。だってその鶏がですね、アメリカ産のトウモロコシ製の配合飼料を食べて育ってきてるのもん。ん だ我々の、あの、まあ、我々が鶏肉を食べているとき、実はオレゴンの小麦を食べてるんですよね。あれ、トウモロコシを食べていると。これが実態。これが実態。はい。で、そうやって我々の胃袋がアメリカ依存になってた。で、欧州は同じ立場にあったはずなんですよ。同じ立場にあったはずなんだけど、食料安全保障についてきちんと考えて、そして、 その過剰生産になっちゃったら輸出しろと安く叩きふれとでそれ批判されたらじゃあ農家個別保しっていう形で金を使って食料自給率を維持していってかつ引き上げていったのねそれに対して日本側はですねそのまあアメリカの優雅ままにですねそれで小麦を受け入れて米が過剰になっちゃってこれ余ったらどうしよう輸出すればよかったんだけどそれもやらずにですね減反政策っていうことで故意に供給能力を引き下げていったっていうのがですねこれが歴史的な経緯なんです だからまあ2つポイントがありまして、やっぱり、ね、日本国憲法っていうのは相当に効いてるなと、憲法9条ですけどね、あれによって、ですねあれによって要は日本人は日本国を守るという,こう主権を、多分精神的に喪失したんでしょうね、ある程度、政治家ですら、戦争を戦ったあの政治家たちですら、そう思っちゃったんですよね、で、まあ、何が起きたかというと、アメリカに逆らえないです、簡単に言うと、アメリカに逆らえないなと。 だからアメリカに言われるがままにですね、日本国内の市場をアメリカの農業のために開放していって、それで、米は入れてないですよ。さすがにその最後の一戦なんですけど、米っていうのは。米は輸入は、まあ今、ミニマムアクセス前ってことで70万トンぐらい入れさせてられてるんだけど、まあそのぐらいで済んでんだけど、その米の代わりの小麦っていうのをどん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 入れるようになっていったと。はい。で、の、それでこれが一点目ね。対アメリカの問題。で、二つ目がですね、財務省です。大倉省ですけどね。つまり、 農業に金なんか使えんという話。農業予算を増やすなということです。そうするとね、どうにもならないんですよ、こちらの農業、日本の農業としては。だって、欧州ですらですよ、補助金付きで輸出するとか、直接支払いの所得補償するとかしないと農業維持できないんですから。というか維持できないからやってるよ彼らは。こっちは金使わなかったから維持できてないということで、日本の 農業の生産能力は小米を含めてどん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 下がってきまして自給率が今38%ねカロリーベースでってことになっちゃったんですよこれで日本の農業が保護されすぎてるとか言ってたの山下とかは今言ってんの、ね、どうか知らないんだけどむちゃくちゃ言うなと保護してないからこんなことになってんだろうというか他の国見れるとちなみにねアメリカですら政府が金を使わないとグローバル市場では勝てません輸出しようとしてもできませんなんでかというと安いからなんですよ穀物っていうのは だからアメリカ何やってるのかアメリカはね農家へのね消毒交渉はしてませんじゃあ何もしてないのかそんなことないですよそんなことないそんなことないアメリカは農家が再生産可能な価格っていうのを決めます、まあ、生産者価格って呼んの効果ねこの価格で穀物が売れるんだったら一応農家が再生産続けてもいいですよってぐらいの感覚日本の米でいうと1票1万4000円とか1万6000円ぐらいですかねそのぐらいあればまあまた作ってもいいかと農家が思うとそれがないと廃業しちゃうってことなんだけどね でもアメリカですらその穀物って特に過剰生産になっちゃった場合って国内の価格ですら下がるしグローバル市場の価格もっと安いよ下手したら、はい、ということになっちゃうから農業続けられなくなっちゃうんですよねだからその再生産可能な価格生産者価格を保証してそれと市場価格の間っていうのをこれを補助金で埋めてます補助金で埋めてますだから続けられるんですよアメリカの農家っていうのはしかもですねアメリカひどいことにそのまあ国内の 市場において国内生産を守るためにそれやるのはまだ分かるんだけど、輸出する穀物にまでそれやってますからね。これ輸出補助金じゃねえか、WTO で禁止されてんじゃねえか。という話なんだけど、アメリカジャイアンなんで、あの、何を言ってるの君と。これは再生産可能な価格を、それを保障してあげるよという農業政策なんだよ、ただのと。国内市場も、輸出しあの市場も関係なし、グローバルに売るんだろうが、国内に売るんだろうが関係なしにやってんだから、これは輸出補助金じゃねえんだよというですね、ジャイアンの理屈で乗り切ってるんですよね。 All right.